政治と金の問題ずっと警鐘を鳴らしてきました。政党政治が金に依存している限り政治と金の問題は起きるんです。これをぶち壊さないとダメだという思いで、金をかけない政策本位の選挙をしようじゃないか、無所属無党派で私は信念を貫くんだということで、ずっと政治活動、サラリーマン時代の蓄えの中だけでやってきております。私は兵庫県の加西市というところで生まれまして、そこの市長を2期やりました。そして北市長を務めて今回の東京都知事選挙に立候補させていただきました。私はいつも小さな選挙しかやっておりませんので、選挙カーの屋根にこの皆さんこんにちは。ご紹介いただきました中川正造でございます。私は15年前に当時勤務しておりました大手企業の幹部社員の立場でありながら、2週間有給休暇取りまして参議院選挙に立候補させていただきました。東京都で私はその時から政治と金の問題ずっと警鐘を鳴らしてきました。政党政治が金に依存している限り政治と金の問題は起きるんです。これをぶち壊さないとダメだという思いで、金をかけない政策本位の選挙をしようじゃないか、無所属無党派で私は信念を貫くんだということで、ずっと政治活動、サラリーマン時代の蓄えの中だけでやってきております。私は兵庫県の加西市というところで生まれまして、そこの市長を2期やりました。そして北区長を務めて今回の東京都知事選挙に立候補させていただきました。私はいつも小さな選挙しかやっておりませんので、選挙カーの屋根にこの上に立つというのは初めてなんです。私は選挙にお金はかけない、しかし政策と志は一番あると、政策はそして実行力があるんだという自信があるから大きな選挙に出て言うべきことを言ってきてるんです。今回都知事選挙は政党が推す候補同士が対立し、また政党から推薦をもらえなかった候補も出てらっしゃいますけれども、国政政党の歪みをですね、地方自治に持ち込んではいけないんです。都知事というのは全都民に対して公平公正そして全方位でなければならないんです。なんで都知事が政党のバックアップを受けないとダメなんですか。実力があれば、政策と熱い思いがあれば無所属で十分なんです。無所属の候補、そして現場のことが分かって改革できる候補を選んでください。私は資金力も組織力もありません。しかし改革のアイデアはあるんです。なぜそのアイデアがあるか、他の候補者では思いつかないようなアイデアがあるかは、私は25年間民間のビジネスをしっかりやって、お客様と約束したことを約束した期日までにしっかりと仕上げて、それが信用になってきてるんです。翻って政治家見てください。政党助成金そして国歳費をたくさんもらいながら全然成果を上げてないじゃないですか。こんなお粗末な政治家を選んできたのは私たち有権者の責任なんですよ。皆さん投票に行ってください。投票に行って政策本位、人物本位で良い政治家を選びましょう。そして選んだ政治家がきっちりと仕事をやっているかどうかチェックする責任も皆さんにあるんです。私は民間企業の大規模な都市開発、国有地の開発だとかいろんなことを通して東京の街づくりをずっとやってきました。エルスガーデンプレイスの参画地でゼロから立ち上げました。そういう自信があり実績があるから、東京都の公共資産見たら無駄金ばっかり使ってます。無駄金を使って大きな箱物を建てて活用されていない、あるいは今まで皆さんから税金をたくさんいただいてそれがみんな公共資産として眠ってしまってるんです。私は民間の力を引き出すことによって行政を効率化します。14兆円という予算を使っている東京都です。わずか 2% でも生産性を上げればですね、年間2800億いくんです。それを赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで1人当たり2万円の減税に回すこともできるんです。さらに東京都の仕事の仕方、多くの役所の仕事の仕方をですねガラッと変える
行政のイノベーションと言ってますけれども、 ICT 情報通信の技術を活用したらですね、行政の仕事の仕方が変わるんです。都民の皆さんの手続きも簡素化できるんです。あるいは住民投票もですね、電子署名という仕組みを活用したらあっという間にできちゃうんです。都知事をリコールさせようとしたら155万人の署名が今必要なんですよ。そんなことが時期なんでしょうか。やめさせたいと思ったら電子署名募って155万票募ったらですね、それを住民投票や、それからリコールの条例として引き付けましょう。私は選挙に投票したら1万円差し上げますという、そういうことを言ってですね、投票率を上げようとしております。そして最低でも2万円の減税を約束しております。またあの江戸城の再建を普通だったら税金でやるんです、あるいは寄付金でやるんですけれども、私はそうじゃないです。民間の力を導入して民間の事業と一緒に住み分けでしてやったらですね、税金や寄付金に耐えられなくても建てられるんです。そういうアイデアがあるのは民間にいて、また行政に経験があるから、私だからこそできるんです。私は知事の経験はありません、市長の経験しかありません、区長の経験しかありませんが、知事では気づかないことがいっぱいあるんです。行政の市民の皆さんの抱えてらっしゃる問題は市区町村基礎自治体にこそあるんです。基礎自治体にもっと都が持っている予算や権限や人材を渡して分権を進めます。これは大阪都構想とは全く逆の方法です。分権を進めて地域が抱えている問題は地域で解決してもらう。市区町村の議会や市区町村の町の判断でフットワークよく臨機応変にやっていけるんです。東京都が待機児童がこれだけ多いのも、それは東京都の都庁で全部一元して62の自治体を諸条件違う中で管理しようとするから、そんな後手後手になってるんです。私はそういう東京都政を放置容認している直接の人たちは都議会なんです。そしてそんな都議会議員を選んできた私たち有権者なんです。私は都議会の大幅改革として選挙で政治お金や組織を使ってはならない、使えない制度にしようと思っています。そして東京都議会には議会基本条例というのがありません。そして東京都は20年30年のベテラン議員が都議会の重鎮で居座っています。そんな人がもう早く辞めてもらって、若い人なり新しい組織の新しい風が入るように議員在職定年制を設けようとしています。また今世の中激動の社会なのに年に4回だけの議会なんてとんでもないです。土日休日の議会、数年議会もやらせようとしております。どんどん都議会を変えていかないと、この東京の行政の非効率、政治の貧困、政治のビジョンのなさ、これが災いして、市民の皆さんはますます不便になり、負担は増え、また民間の企業活動の足を引っ張ってしまっているんです。その結果が東京がこの 20〜30年アジアの主要都市からますます遅れている現実なんです。私はそれをプラチナ首都に変えよう、最先端の技術、新しい行政課題に新しい技術でチャレンジして生産性を上げようじゃないかと。東京都には今年間14兆円、そして職員数16万人、また市民の皆さんからいただいた税金が33兆円という総資産で固定されてしまってるんです。純資産、消費財産に限って言っても25兆円もの資産を東京都は持ってるんです。その眠れる資産をもっともっと活用すれば、市民の皆さん、都民の皆さんの負担はさらに軽減できるんです。浮いたお金を教育や子育て、そして高齢者の医療福祉に充当していこうではありませんか。それができるのは、そういうことを問題点に気づいて解決策を立てて実行できるのは現場にいた私だからこそなんです。知事で行ったり、あるいは国会議員で行ったら気づかないことなんです。民間にいて民間の技術が分かり、
開発が分かり、そして経営が分かるものを知事に選んでください。私には自信があります。市民の皆さんと一番低いところで私は生活してきました。納税者の苦労が分かっています。経営者の苦労が分かっています。行政をもっと効率化し、成果化して、新しい取り組みがチャレンジできる、そんな東京都にしようではありませんか。私は都議会を改革してみせます。都議会を改革しないと、いつまでたっても今の東京都のままです。一人優秀な都知事を選んだだけでは変わりません。都民の皆さんの理解と支持があってこそ変わるんです。どうぞよろしくお願いいたします。中川正道でございます。詳しくは私のホームページをご覧ください。ありがとうございました。